あれ？すいません、はい、芸能人の方ですよね、はい、確か。あ、ですよ、ですよ。あーい、と言いまたで、はい、今回なんですけども、なるほど、はい、こちらの図鑑さん、図鑑さん、そうなんだよ。ただ特別にちょっと私少なめにしていただいて、え、なんかダイエットかなんかしてるんですか。いや、血圧が高くて。まあちょっとね、はい。そうなんですよ。そうですよね。まあ、ここはだから、うん、あのレポートを、はい、あのベスヨさんで、うん、本当に美味しくここ見せないといけないですよ、食べ方を。あ、そうそう、本当そこのボケを一切いらないんで。そうですね。ちゃんと味を美味しい、美味しいって言うんです。はい、もう。それ以来も行列が絶えないようにしてる。はい、あ、限定ですね。わ、限定。岩手鴨と煮干しの海胆そばでございます。こんな感じ、だすごい、スープがね、トロトロしてる。なんかね、とろみ感じますよね、はい、で、このネギがまた、ね、ネギがおしゃれな、すごい立ってる。じゃちょっと大丈夫ですか、じゃこっからは。そうですね、お願いします。スープからちょっといただいちゃってみよう。うん、美味しい、濃厚、トロトロしてる。え、すごい、あっさりしてるけど、うん、これだけで満足してしまうぐらい、そのずっとスープを味わってしまうような、うん、何種類も来ますね、味がね、スープの。例えばなんか波みたいに押し付けてきますね、スープの。押し寄せる。押し寄せてきますね。大丈夫ですか？ちゃんと。すいません。麺行ってください。めっちゃ。どうですか？うん。美味しい。コシがあって、細麺の。うん。麺とこのスープの波長が合ってて。波長。麺とスープ。まあまあまあ、ねえねえねえ、まあまあ、まあ、この鴨ね、これうん、やわらかい、味もすごい、なんか染み込んであるんだ。柔らかい、スッとこう溶けるように消えるけど、うん、この鴨の風味、香ばしさ、ずっと残るね、うん、残りますね、ずっと家帰ってからも残るそうですもんね。その、二度味わえるというか、家帰ってから。それは言い過ぎだな。だとしたらもう家、そこじゃない。この図鑑さんで食べられる鴨だし中華そばは、もしかしたら数ヶ月後にはもう、あ、そうですね、もう来月は違う食材にしようか、まずテーマを変えてやりたいなと。ほんと図鑑ですね。次なんだろうと、まさに図鑑1ページ、自分で開いていただくというと。なるほど。いや、そういうの欲しいです。すごい。じゃあ、あげるからいいんだみたいな。あれですよね、これ食べて、うんうん、で、次の月はやっぱり図鑑をちょっと開いていただいて、愛情を楽しむ。愚か。じゃあちょっと、ですよさん、総括1分ぐらいでまとめてギュッと、お願いします。はい、渋谷麺どころ図鑑さん、もうこれはもうおすすめは鴨だし中華そば塩、もうあっさりしてて美味しいですよ。図鑑さんなので来月にはちょっと違うメニューになってしまうので早く食べてに来てください。ですよは、これちょっとお先にいただいちゃって、あーい、と言いまたーん。
ちょっとあ、ごめんなさいごめんなさい、なんとかですよ、はい、と今テーマもう、うんうん、お腹いっぱいなんですよ。えちょっとスープいただきます。うまうまみー、バイバーイ。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録